いや、上田さん、はい、久々に一緒に挨拶しようぜ。もう一緒に。せーのでいくよ。せーので、せーの、テリエーム。どこ読んでんだよ。そう、来たー。おいしょー。もうアップデートも来たし、新コース、普通にやります。普通にやんの、やります。ですよね。久々にやる気がする、このやりとり。確かにね。ということで今回は、はい、3週遅れマリオカート1アップデート、よいしょ。ということで、はい、この企画は1位と3週すれ違わないとスタートができないという、うん、まあ、もう何回もやってるから分かってる人が、うん、まあ、多いと思いますが、そうね、鬼畜企画やっていこうかなと思います、はい、うん、で、あの見ての通り、あのクソ走りずれこのステージ、いかに10ゲームを振り払いながら早く逆走できるかっていうのが大事だから、うん、もういつ見てもすごいわこれ。で、それで今一周すれ違ったね。もう一周か。あと2周すれ違わないといけない、うん、で、なんかな、自由に走りたいのに、なんかむちゃくちゃ逆走してくる車が多いんだけど、なんで？お前が逆走してるからでしょ。俺逆走してる。こいつらは合ってんのよ。こいつら合ってんの。俺が間違ってる。そうでしょ。だから高齢者のね、逆走してる気持ちとかもそうなのかもしれない、ね、そういう問題あるけどね。今出すな。そんでこっから ETC 通って高速入るからダッシュ場も増えて、こっからボーナスタイム、うん、そして今2周目すれ違ったね。そうだね。あと1周すれ違うんで、ここはもうキンキのダッシュで、うん、これキラーとか欲しいな、ここのアイテム。あ、キラー、あ、サンダー。サンダーでもいいんじゃない。サンダーも大割り。おうおう。さあ、そんでここからね、下道に戻って、そんで逆走も振り払いながら、ちょっとバナナとかも置いてあるの怖いな、なんか怖いな。怖いけど、ここのアイテムでキラー出たらマジ満点よ。おうおう。2個アイテムとしては満点すぎる。満点きた。満点が来た。いいんじゃない。よし、すれ違った。行くぜ。サンダーブーストからのキラーバーストじゃ。かっけー。で、このステージ、うん、さっきからチラチラ見えてたとは思うんだけど、おボム走ってんだよね。あ、来た来た来た、ほらほら。で、あのボムに当たると大爆破するから。マジか。ちょっとこれ当たんないようにしないときついんだけど。キラー状態とかならね、別に当たってもいいんだけど、ね、あ、まあ、そうだね。あ、いるわ、前に当たれみたいな感じで爆破する。うわえげつないバナナの配置。うわちょっと待って、このコンピューターの中にプロプレイヤー混ざってる。あれ、いや、混ざってないよ、これ全部コンピューターだから。バナナの置き方がプロだったんだけど。確かに上手かったけどね。さあ、そんでキンキので上げていかないといけないんだけどさ、うん、全然まださ埋まってないぞ。そうだね。ちょっとあのバナナが痛すぎた。うん、っていうか、平然とボムが走ってるってどういう治安、この国。おかしいよね。もう治安が乱れすぎている。うん、あ、オッケー、爆破させといて。させといて言うな。うん、そんでまだ2周目。うわ、ちょっとやばない。ちょっとまずいかもね。ちょっとまずいから、もうキンキのね、どん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 上げていって、キンキのスターカーキラー欲しかったな。うん、まあ、ただこのカーブとかで車に当たっても大丈夫。いいね。オッケー、そんでこの2個アイテムでキラーが欲しいところではある、うん、さあさあさあ、キラーで。もういいよ、キノさんいらんな。まあ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 、ここでキラーで上げていって、ボンを爆破させておいて、おいちゃさあ、そんでそろそろ3周目入るんだけども、うん、めちゃめちゃ遠くで、いや、ちょっと遠いな。まずここでキラーよ、うん、スターかい、うん、スターかい、まずすぎる。ちょっと待って、マジで負ける、うん、さあ、そんでキンキロに上げていって、で、この爆、うん、あーえー無敵状態かと思ったら、うん、ちょうど切れた今なのかな。当たってる場合ちゃうねん、あいつに。やばくないこれ。ちょっと、あ、でも一応ケツは見えてきている。抜けて、うわ、終わった、うん、マジで終わった。もうなんでサンダー踏んだよ。ここでちょっとまずアイテム、うん、アイテム確保、オッケー。アイテムでキラキラ、いや、キラか、オッケー、キンキロで、うん、最後ラストスパート上げていきたい。嘘だろ、嘘だろ。マジでなんで。いや、間に合うか、間に合うか、いけ、どうだ。ああむちゃくちゃ。はい、ってことで2レース目やっていこうかな。もうテンション低くない。さっきのレースで全て使い果たしたからさ。まあ確かにすごかったけどね。ちょっと普通にやるわ。ダメダメダメ、やんない。もういい、良さでいいんだよ。ってことで、はい、まあ、先ほどっていうか、普通はね 150cc で3周遅れを取っているんだけども、はい、このデイジークルーザーは 200cc でやらせてもらいます。お、 200cc。 その 200cc にした理由はちょっと後ほど説明するんだけども、はい、ちょっとね、逆走が 200cc だとね、難易度が跳ね上がる。まあ早いからね、ちょっとね、先ほどみたいなスムーズな逆走はできない、うん、それを期待してる人はちょっと一旦ね、死んでもらって。言い過ぎ言い過ぎ。
ヒゲとか言わないで言っちゃダメか、うん、さあそんでそろそろね来るよ 200cc ポイントが。おうおう、でここで解除してここです。ここでジャンプすると段差を越せるんだな。150だと越せないんだけど、おうおう、 200cc だと越せるから。200cc でやってるんだけどもやはり薬草が難しい、うん、ちょっとねスムーズにできないんだけども、ゴリ押しでいいかも。壁とかにぶち当たりながらでもとりあえず進めば、まあでもこれでいいからね、うん、とりあえず今2周差つけてるからね、うんうん、ラスト1周つければスタートできる。おぉ、で 200cc ガチでハンドリングが難しいから、うん、もういかにキラを引けるか、あ、もうそれにかかってます。もう自動運転に任せる時代がもう来てます。マリオカート現代と照らし合わせないで現代と同じ状況がマリオカートに来ているさあそろそろ来るか。来るね。来た。いいよ。オッケー。でこの辺ちょうどカーブがもうむちゃくちゃグネングネンだから。うわ、そうね、もうキラーに任せてもらって、うん、でここのここでやめろよ。オッケー、この直線で解除してもらって、うん、オッケー、スターでいいね行って、うん、でここのアイテムがキラー出れば100点。100点いけ。よっしゃー。オッケーオッケー。ここでキラー使うことによって、うん、先ほどのクネクネゾーン、あ、ここか、もうキラーにオート操縦させてもらえるから、うん、でそんでここでサンダーも出てる。そしてキラー強すぎる。マジっすね。マジで、あ、そんな 200cc だから一周が早い。早いね。さあそんでここで、うん、ここ怖いよ。ここオッケー、いい感じにドリフトを踏めて、いいね、まあ、スターだけど、うん、まあ、キノコよりはマシ。キノコだね。キノコ出たらもう終わるから本当に怖い。どうしたくねくねキラーありがたいぞ。今んとこマジ100点かもしれない。そうだね。さあそんでもうどんくらい埋まってんのか分かんない、早すぎてで、え、トゲ12でトゲマジか。まあまあ1位取りたいから嬉しいけど、ちょっとここはきついぞ。やべえ。あ、まあまあまあなんとか立て直して、うん、いやーよかった、スタール立て直して、うん、追いついてきているだと。来てるよ来てるよ。ただもう順位が上がってるからキラーが出ない。もうぐちゃぐちゃだ。いけんの、まあ、ただ3位2位と1位とこいた。2位1位、怖い怖い、よっしゃ。最後栄養をなめぷしてなかった、あいつしてたわ。ありがとうございますさあ3レース目ということで、はい、サンセット荒野、うん、ちょっとごめん、あの水取ってくるわ。おお、今さあ喉も潤されたところで普通にやってきます。普通はダメです。いい、うん、もう安心してください、やりませんよ。休むなみたいな言い方してるちょうど使ってるキャラクターもパンイチだし、ね、確かにねまあそういう狙いを込めて今回あのボスパック使ってます。いや絶対嘘だろということで、はい、このサンセット荒野、お、裏で1回3周遅れ、うん、練習で走ってみたんだけど、はい、その1回で僕もう1位取れちゃったんですよ。あ、そうなん。あの僕がちょっと上達しすぎてしまったのかも分かりませんが、お、1回で1位取れてしまったんで、すごいな、まあ、今回はちょっと、うん、4周遅れでやろうかなということで4周ちょっともう3周遅れじゃこのコースは満足できない体になってしまったもうそういうね、もうちょっとM体質になってしまった。ドMだな実況始めてそういうドMになってしまったのかもしれないんですけども、うん、やだな。でこの先、うん、ちょっと難しいところ来るから、うん、気引き締めないといけないんだけど、この坂だね、空中で横になって10ゲーム決して登ると、お、空中で一回横にならないといけないのがかなり難しいんだけど、うん、成功できた、うん、でそんでここを攻略できてしまえば、うん、まあ、あとはグネグネ道多いからもう普通にドリフトやってるだけで、うん、まあ、10ゲーム消えるから、まあ、初心者にはだいぶおすすめなコースなんでおすすめしますね、このコースね。多分誰もやんないと思うよえ、みんなやってないの逆に。やらないんじゃないかな。スッドの視聴者全員この3周遅れオフでやってるかなと思って。いや、やってないよやってないよやってないの、うん、俺だけだったみんな仲間だと思ってたんだけどなまあとりあえずこれでね3周回ついたわけなんだけども、はい、さらにこっからもう1週間つけます。もう一周ね。4周遅れはまだ裏でも全く1位取れてない状況だから、おう、これはかなりの難しさかもしれない。はい、ということでそろそろ来んじゃないか。おう、キラー欲しいけどね。おう、ちょうど出たね。直前に出てくれた、うん、引きながらスタートやっぱり1位引きながらスタートすると、うん、なんか1位取れるような気がするから。気がするだけね毎回引いてますまあいいんじゃない。さあそんでね、このステージあんまりまだね走り込めてないから、おうおう、ショートカットがどこかとかあんまり分かってないんだけど、うん、まあ安心してください。1位取りますよ。また安村出た結局キラーに任せとけばなんとかなる。これは、まあ、そうね、キラーがめちゃくちゃね心強いのよ、うん、ここにちょっとしたショートカットあるみたいなのね分かってるから、うん、でここで取ってキラー来い、連打連打、キラー来い、キラー、わー、
昨日さ、昨日さんが全部使っちゃった。でも安心してください、1位取りますよ。うっとうしいわ。キラー出たんで。で2周目ちょっとやっぱり1周が短いから、うん、これ急がないとあいつらもうすでにゴールしちゃう可能性出てくるから。そうじゃん、やばいよ、うん、でここはスターか、正直キラーキンキロキラーキンキロみたいな、うん、そういうサイクル回したかったから、まあ、とりあえず兵法を引いて、うん、もうやけくそになって兵法を引いて、そんでこの2個アイテム取って何が来る、うん、キラーあーまあサンダーでもおーありがたいよ、いいんじゃないいいんじゃない、サンダーであいつらの足止めして、おいさあ3周目、うん、いやでもだいぶ差ついてるけど、そうだ、ね、ナイスキラーナイスキラーだ、うん、そんでここどこまで伸びてくれるかだ、あでも、うん、もうキッズ来てんじゃん、うん、見えたよ、え待ってマップ見たら割と近くにいる、本当だ、しかもスター、おーでもこれ割ともうすぐ抜けそうだけどね、おーはいどん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 抜いて、うん、抜いて抜いて、うもう1位出ちゃった。劇的勝利じゃなくて意外と楽勝だったというね、うん、感じになってる。でもクラクションも出たからもう勝ち確やん、こんな勝ち確だね、おいおいゴールしろ、最後バーンでゴール。初めてかもしんないこのシリーズでナメプしたの。さあ最終レースは、はい、キノコリッジウェイということで、おお普通にやりません、普通にやらないって言っちゃったら普通にやるやらないみたいなくだりあるやん。まあ毎回そのくだりやってるけどさ、もう俺の普通にやります、多分誰も信じてないから。もうだったら普通にやりませんって最初から言った方がいいから。なるほどね。でそんで1レース目から3レース目まで、うん、最新のアップデートで追加されたコース中心にやってたんだけど、はい、最終レースももちろん最新のアップデートで追加されたコースをやっていきますという。いやこのコースは前からあるよ。前からあるコースですから。なんならこの企画で一回使ってるからね。まあ、そうだね、うん、カロンの回かなんかで3周遅れでこのキノコリッジウェイ走ってて、はい、また3周遅れでやんのかと、うん、同じことやろうとしてるやんってね。そうじゃん、前から俺のこと見てる人は思ってるかもしれませんが、お今回4周遅れでやろうかということね。また4周か。まあ、タイトル3周遅れとかになってると思うけど、もう4レース分の2レースがもう4周遅れという。いい意味でのタイトル詐欺動画となって確かにね。でこのコースもさ、なんかよくわかんないけどめちゃめちゃ自動車逆走してくんだけど、なんでこれもうお前が逆走してんだよ。また俺、また俺だよ、また俺か。そっか。でこのコース、はい、逆走が難しすぎる、そんで4周もすれ違わないといけないから、うん、あの自動車に1回当たったりとか、ジュゲームに釣り上げられたりしたらもうその時点でもう俺はやめないといけないこのゲームを。そんなに、うん、結構難易度高いから、うん、結構安全運転でもう自動車にぶつかってアハハみたいな、そういうのは期待しないでください。ここノーミスで俺行きたい。なるほどね。ちょっとジュゲームか振り払えないから振り払って、もういいよ。そんでここのカーブもこうやって振り払って、うんうん、OK。 いやーこれ一回どうしよう、一回すれ違うか、うん、よしよしよし。そんで地味にアイテムも、うん、キラーサンダーという最強の布陣が築けている。そうじゃん、だからマジでここ当たらずに慎重に行くよ、ここ、うんうん、慎重に行って慎重に行って、 OKOK、いいよいいよ、今んとこノーミスじゃない、ミスなしだ、今んとこミスなしで来れてる、うん、でここ入って車来ない、大丈夫、オッケーオッケーオッケー、車空いてる、道が空いている、うん、そうね、オッケーオッケーオッケー。そんでそろそろすれ違う、ちょっと待って、うん、これ何回目これすれ違うの、やべ俺数えてない、え何回だこれ。ちょっと録画止めて確認したけど、うん、あのすでに4回すれ違ってたんで、はい、もう行きます、行きましょう行きましょう、オッケーオッケー。ちょっとね同じ景色すぎてマジで分かんなくなるんだよ、分かんなくなるわ、もう無心でミスらないミスらないように、うん、逆走してたんだけど数えてなかった。まあまあまあとりあえず4周すれ違って、うん、スタートしてサンダーも一応使えたから、おい結構いいスタートできてるよ、うん、そんで次この辺にアイテムがあるから、うん、2個取ってキラ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 、オッケーナイス、よしよしよし、今んとこマジで、うん、過去最高のスタートかもしんない。おちょっとスタートはごちゃついたけど、そう、ね、とりあえずもう1位取れれば何でもいい、うん、でちょっと待って、なんかケツに尻尾あれてないこいつ。なんかちょっと押しちゃったかもしんない、止めてる間、これアシスト、アシスト、アシスト女やってたけど、まあ、ほぼ関係ないからもうこのまま行くわ。行きましょう行きましょう。で地味になんかキノコ1匹来たな。地味にキノコ1匹12なのに12、あでもこれサンダー出せたけど、うん、正直なここキラーとかあればサンダーを振らせてキラーで一気にみたいな感じにいけたんだけど、ちょっと次のアイテムまで普通に走んないといけない、うん、そうじゃん、ただ尻尾生えてるとね速度 1.5 倍とかになるから、なりませんね、関係ないよ、関係ない、うん、
然疑われるの嫌だから、ね、そんでキラーで、うん、いやこのコース意外に短いからもう3周目入るけどもう半分以上いってね、デイジーちゃん。そうなの、言ってるね。ちょっとやばいな。ただアイテムがこのステージは豊富に用意されてる。スター、ね、じゃなくてキラー。オッケーオッケー、はい、キラーキラーで、うん、いやでももう最終のやつらには追いついてきている。オッケーオッケー、いいよいいよ。ただ1位が遠いぞ、ちょっと遠いな。またキラー、うわーもう出ないか。この辺はね、順位上がっちゃってるからね。まあ、とりあえずショートカットしつつバナナ、うん、バナナはまずいだろう。でもなんか徐々に順位上がってね、上がってるね。普通に走るだけでもまさか、おい、いや1位出れた。どうだろう。俺2時間ぐらい1位、あーあーあ、でも逆にありがたい3だこれ。どういうこと、もう よくわかんねえ。2時間ぐらい1位取れなかったのに最後はなんか余裕で1位取れた。最後のご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録とか、なんて言ってんの。